チャオあちゃんです。この前買ってきて、どう食べたって聞かれてたお札グミ食べてみたいと思います。むにっと美味しいプチさつまいもお札グミ、なんかね、さつまいもの感じのグミ、気になってて買ってきてみて、なかなかね、食べる機会がなくて食べてみたいと思います。よいしょ。おー、こんなんで、匂いはさつまいもで、かわいいさつまいもで、中にこれ皮で、中さつまいもになってるらしいね。焼き芋みたいな感じで。では、食べてみたいと思います。さつまいも。美味しいよ、これ。さつまいも。ホクホクの焼き芋。これちょ、これ面白い。また買う、これ。いい、ね、焼き芋好きな人はいいと思う。焼き芋、ちょっと本物よりも歯ごたえあんねんけど、ねっとりして甘くって、焼き芋食べたくなってきたな。道の駅芋買いに行ってこうかな。これね。いや、噛んだら、表面の砂糖の甘みが邪魔してただ単に甘いもんやけど。あれ？さっき食べた時飽きまえたけど、ただ甘いもんになった。一粒全部口に入れへん方がいいのかな。あとね、さっき半分ずつ食べたね。だから、いや、かんだら焼き芋で、砂糖ちょっと邪魔になるから舐めてみます。ちょっと待ってね。ここから数秒間閲覧注意です。口の中に入れたものを出しますからね。嫌な人はここでちょっと飛ばしてください。目つぶってください。OK って言った時点で開けてくれたら、見えへんので、いくよ。5、4、3、2、1。はい、目を閉じて。ね、はい、OK です。はい。紫色の犬の皮はお砂糖で、舐めたらなくなるので、中のなんていうの、茶色い黄色い焼き芋の芋の実みたいな海が出てくるんだけど、別々で食べたら甘いグミやねん。甘い砂糖と甘いグミやねんけど、噛んで混ざったら焼き芋。これ面白い。じゃあ好き。子供も喜ぶから置いといてあげよう。もうこれで、あと1個で終わる。子供にね、置いときます。ちょっと面白いよ。これは結構あっちゃんの中でヒットです。ただ、口ん中めちゃくちゃ甘い。めちゃくちゃ甘いから、どうなんだろうね。でも、いいよ。食べ過ぎんでいいかもわからへん。でね、グミって、
カロリーが1袋で167キロカロリーやね。高いでしょと思うでしょ。でも何粒入ったのか知らないと数えへんだけど、2、30粒入ってたら1個あたり知れてんねん。そんなにカロリーがない。でもう甘いから、食べ過ぎひんのちゃうかな、これ。だからお札組はいいよ。では最後にね、ちょっと ASMR に近づけて音フェチさん用にちょっとだけ咀嚼音入れます。でこっから嫌な人はもうここで止めてください。で ASMR のグミ聞きたいよって言った人だけこの後再生してください。この後も ASMR 用に咀嚼音入れてエンディングで終わるから、だからここでもうさよならしてください。でこっからはちょっと音フェチさん用に撮っていきます。では、咀嚼音動画やってみたいと思います。一粒だけやからあっちゅう間に終わるんで、はい、リピートしてくださいね。ここだけで。ではいきます。あん、終わりました。